アントニー・トこと、アントニオ・ヘススレガル・アングロは、スペイン・アンダルシア州セビリア県、エレーラ出身のプロサッカー選手、FC カルタ・ヘナに所属している、ポジションは DF。カンテラ時代をポリエ・ヒドで過ごし、2006年に B チームでプロデビュー。翌2007年に当時セグンダ・ディビシオンに所属していたトップチームに昇格。2008年に、 半年間のローン遺跡で UD メリリアでプレー。2010年までポリエヒドでプレーした。以降も FC カルタヘナ、アルバセテバロンピエ、コルドバ CF といったカブリーグのチームを渡り歩く。2017年7月8日、レアルバリアドリードと3年契約を締結。2017から18シーズンは、西軍ダリビシオンで5位に入り、昇格プレイオフに進出。プレイオフを勝ち抜き、 2013から14シーズン以来のラリーが復帰となり、アントニート自身も初のリーガでのプレーが実現。2018年10月21日のレアルベティス戦でリーガ初ゴールを決め、1から0の勝利に貢献した。2020年9月26日、パナシナイコス FC に2年契約で移籍した。2021年1月14日、FC カルテヘナに復帰した。 ありがとうございます。